ニンテンドー DS は、ニンテンドーが開発して2004年に発売した、携帯型ゲーム機。画面を2つ持つことや、タッチスクリーンマイクによる音声認識などの操作方法、すれ違い通信といった通信機能を持っており、それらを利用した、タッチ・ジェネレーションズという一連のシリーズを発売した。 2002年までのテレビゲーム業界では特に映像表現に関わるハードウェア技術の発達に伴って全体的にゲームが画一的マンネリ化状態に陥っておりゲーム人口も減少傾向にあったためそれを打開することが課題になっていたまたマスコミなどで飛行、引きこもりゲームノーなどゲーマーやテレビゲームのネガティブキャンペーンも行われていた ニンテンドー DS は斬新な方法で新たな層の獲得にも成功した。ニンテンドーが進めたゲーム人口の拡大によって教育や教材への活用や Wii の誕生にも影響を与えた。2010年3月に日本国内の累計販売台数が3000万台を突破し、2014年現在全世界での累計販売台数は1億5000万台以上に及ぶ。 Nintendo DS で発売された一部のゲームは Wii U の配信サービスであるバーチャルコンソールで配信されている。DS はデュアルスクリーンの略で折りたたみ式の本体の両側に2つの液晶画面を持っているという意味がある。また Nintendo DS が最初に発表された E32001 ではデベロッパーズシステムという意味も示された。開発コードはニトロ。そのことから 本体並びに関連製品の品番にはネトラレが付けられている。なお、ニトロ以前にアイリスというコードネームでゲームボーイアドバンスの次の世代のゲーム機が検討されていた。当初、DS はあくまで過小とされていたが、後に正式名称となった。外見は、かつての同社のゲーム機、ゲームウォッチマルチスクリーンを彷彿とさせる。2画面になった理由は、 山内博士の2画面にしてくれという強いこだわりやリクエスト。下側の液晶画面はタッチスクリーンになっているほか、マイクがつき、ボタンもゲームボーイアドバンスと同様のものに加え、XY ボタンが追加されるなど、インターフェース面で数多くの機能を持つ。ゲームボーイアドバンスの CPU に使われている ARM7 と DOMI をサブ CPU として搭載することで、 ゲームボーイアドバンス用ソフトとの互換性を実現している。それまでの歴代ゲームボーイシリーズにあった Z80 系のプロセッサは搭載しておらず、ゲームボーイ用のソフトが使用できない。そのため、ゲームボーイアドバンスカートリッジスロットの内部には突起があり、ゲームボーイカラー以前のカートリッジを物理的に挿入できない構造になっている、動きセンサーカートリッジでもプレイできる。 ゲームボーイアドバンスにあった通信コネクタが装備されておらずゲームボーイアドバンス用ソフトの通信機能を使うことができない。同様にゲームボーイアドバンス用の周辺機器も基本的に使用できない。DS のワイヤレス通信はゲームボーイアドバンス専用ワイヤレスアダプタとの通信規格が異なりアドバンス用ソフトのワイヤレスプレイも不可能となる。ライセンス商品では 充電端子に接続するゲームボーイアドバンス SP 用の AC アダプタとヘッドホン変換プラグ、そしてゲームボーイアドバンススロットに挿入するプレイヤンマイクロやプレイヤンカード E リーダーのみが使用可能。DS ライトのみカード E リーダーを使用できるが通信機能は使えない。Nintendo DS 本体に通常のヘッドホン端子があり。 任天堂 d s DS の AC アダプタ用端子にゲームボーイアドバンス SP 用変換プラグ経由で接続したヘッドホンと併用が可能。説明書にも本体にヘッドホンのプラグがうまく刺さらない場合はゲームボーイアドバンス SP 用変換プラグを使用するようにと記載されている。変換プラグと DS 本体のヘッドホン端子へ同時接続しても多少音量が小さくなるが 音は出せる。工述の後継モデルだと ACE アダプタのプラグ形状が異なるため、その端子を用いる機器の使用が不可能となる。任天堂 d s とゲームボーイアドバンスのスロット比較。DS の方には突起がある。DS はゲームボーイアドバンスの後継機ではなく、任天堂ゲームキューブ GBA に次ぐ、当時の任天堂の第三の柱を歌い。 全く一から開発され、ケ図でも完全に一から立ち上がった、全く新しいゲーム機である。しかし、後に GBA の後継機案から派生したものだということも明かされている。しかし、DS がた叩く間に普及し、DS の後に発売された GBA の互換機である、ゲームボーイミクロの売り上げも伸びず、ニンテンドーを含む多くのメーカーは DS に注力する結果となった。 また、2006年の E3 で GBA の後継機はしばらくないとの発表がされた。DS 発売前より開発が進められていたマザーさん、リズム天国など末期の GBA 用ソフトの点灯ポップなどでは DS でも使用可能であることが表記されていたり、CM などでも該当ソフトを DS でプレイしているシーンを挿入したりして DS でもプレイ可能であることを歌っていた。 その後、2006年11月30日発売のファイナルファンタジー6アドバンス以後、日本では GBA 用ソフトの新作は発売されていない。また、日本以外でも GBA から DS へユーザーをシフトさせる旨を明確にしている。結果的に GBA の市場は急速に縮小し、DS は実質上、新型ゲームボーイ、GBA の後継機のような形となった。 その後、DS の直径の後継機となる、Nintendo 3DS も発売され、Nintendo の携帯ゲーム機市場は、完全に DS の系列に一本化されることになった。Nintendo DS には次のような機能がある。以下のリストは、Nintendo DS 専用として、Nintendo から発売されているものである。DS シリーズ共通で使えるものもある。 ゲームボーイアドバンス SPO 周辺機器も GBA スロットや充電端子に接続するものは使用可能である。本体のみの販売のほか DS 本体に独自のマーキングがされているものなどゲームソフトに本体同梱限定版が存在するものもある。小倉百人一種のテーマパークシグレドノで Nintendo DS からボタン、カートリッジ DS カードスロット、 その他の端子を取り除いた端末、シグレドのナビが利用されている。任天堂 d s シリーズ DS シリーズには、下記の3種類の互換機を含めて、全部で4種類のバリエーションが存在する。日本で発売されたゲームタイトル数は1800を超え、これは日本の携帯ゲーム機の最多タイトル数である。上記の売り上げ、編成2008年のコーデも述べたように、 ゲームハードの多大な普及数に対して、ニンテンドー以外のソフトメーカー製タイトルの売り上げは、かんばしくない場合が多かったとされる。これは、ニンテンドー DS を所持するユーザーの大部分が、カジュアルユーザーや、ミドルユーザー以下、もしくは、タッチ、ジェネレーションズの影響でハードを購入した、従来の非ゲームユーザーであり、コアユーザーなどの熟練者、マニア層向けのタイトルが主となっていた従来通りの、 ゲームタイトルではユーザーのニーズに合わなかったためとされる。任天堂 d s とその後継機の市場で成功を収めたレベル5の日野明博代表はそのことを分析してニーズに合うようなタイトル開発を行ったためにうまくいったことを語っている。海外市場ではやや事情が異なりハードメーカーである任天堂の存在感が強いのは日本と同様であるものの初期の頃から サードパーティー中心としたソフト市場が構成されている。任天堂タイトルサードパーティータイトル DS のミリオンセラー作品の数は37本でゲームハードとしてはファミリーコンピュータに次いで2番目に多い。突起がないものは任天堂から発売。ありがとうございます。